事件落ちたぞ。え、連絡は？ダメだ、無線が通じない。本社の指示は？家族は？逃亡を企てる者はここで処分する。貴様は何の権利があって。ただいまより当施設は陸上自衛隊富士共同団の管理下に入った。今後一切外部との連絡は禁止する。東京封鎖命令が解かれるまで電力だけは供給を続けること。これを機に政府の転覆や動乱を企むボートの輩どもは一歩たりとも近づけぬ。私たちもここ一歩も出られない。激突の際に発生した水蒸気は融解し無酸した未知の重金属の粒子を吸い付け、東京22区と千葉、神奈川の水没地帯をシールド状に覆い尽くした。もう本番入りますか？入りました？いいですか？はい。こんにちは。実際にはこんばんはが正しいんでしょうか？隕石の一部が落下しましたこの現場から復旧なったテレビを通じて決死リポート戒厳令下の東京報告を生放送でお届けしてまいります。東京湾に隕石が落下してから3日経ちました。自治治安部隊情報部の発表によりますと、今回の落下の爆破衝撃によります家屋の倒壊、あるいは江東区をはじめとするゼロメーター地帯や東京湾岸の神奈川県千葉県での津波水没による被害の状況は今のところ全くつかめてはおりません。そして何よりもこの深いもやのシールドのために外部との連絡は全く取れないような状態、とにかく
大変な混乱の極みに達しております。今夜実際には午後1時くらいではないかと思うんですが、この現場から決死の覚悟で生放送をお伝えしてまいります。カメラマンが今倒れました。どうしたんでしょうか。一体何が起こったのか。大丈夫ですか、カメラさん。何をするんだ。今私に何かが襲いかかっている。何者だ。当初、オゾマシー C の復活はウイルスかバクテリアが原因と推測されていたが、空気中から収集された重金属と窒素のケミカルリアクションが人体の DNA に深く介在し、死者をゾンビ化させるコスモアンフェタミンであることが判明した。首都圏シールド化の中にいる生存者は全て 100% キャリアになってしまった。通常は全く無害だが、人体は脳死と同時にコスモアンフェタミンの支配下に入り、死者はフランが進行中の肉のロボットと化す。助力せよ稽古。保証はできないまでも、解毒剤の開発もすでに開始されている。生存者に愛を。次の指令は目黒にある。
だから素直に売りゃいいんだよ。これは売り物じゃないだ。金なら払うっつってるだろ、現金で。ほら、お金をもらったって私たちの食べるものはどうなるんですか。そんだけ金持ってりゃ俺たちみたいに何でも買えるだろ。そんなバカな。バカはてめえだ。やめとけそんな豊島。今は贅沢言ってられないだろ。何にも絶対数が不足してるってのに。ほら行くんだよ俺たちと。あなた立ちだババ。ほらさんに言ってやって、私たちはいくらダンピングしても関係ありませんってね。じゃバキャラ。あちらは墜落した米軍の輸送ヘリを確保したんで在庫一掃セールなんだってよ。こっちが悪いわけじゃないさ。もういいクソして寝ろバカ。
珍しいな、女だよ。なぜ人間モテるの？ここじゃ誰も信用できないからさ。稽古、まずはよくここまでたどり着いた。ご苦労だった。礼を言う。このディスクの軌道は私に知らされることになっている。ディスクは情報提供後次元付きで消去される。お前がこれを見る頃、私は生存者救出のために恵比寿の自治治安部隊本部にいるはずだ。ディスク消去後20時間以内に私と接触ができない場合には、君はミッシングインアタックと判断され、私は生存者救出の任務を帯びて移動する。これから与える情報を確実にマスターして、お前の命を私に預けてくれ。東京非常事態宣言、戒厳令下の東京に残された生存者は自らの手による安全確保を余儀なくされてしまった。東京各地に難民キャンプを設営し、少ない武器で身を守っている。彼ら生存者を無事に救出するのが自治治安部隊の務めだ。ゾンビの大量発生に反比例し、多くの難民キャンプは壊滅の憂きにさらされている。その上で持ち上がってきたのが人間狩り部隊の存在だ。情報は皆無に等しい。奴らは生存者も
ゾンビも見境なく殺戮を繰り返している。難民救済問題に立ちはだかる人間狩り部隊の目的と正体を把握し、部隊の壊滅に投資せよ。今回の任務にあたり、お前の戦闘能力を大幅にアップさせるために渡したいものがある。全ての情報を的確にインターフェースさせるためにこれを着用しなさい。このバトルスーツには今回の任務にあたり必要と想定される全ての装備が内蔵されている。バトルガールに幸運を。なんだ、ゾンビか。誰だ？どうやって入ったんだ？生存者たちを皆殺しにする気？答える必要はない。誰だお前は？お前バトルスーツじゃないか。おい、所属部隊および生命を名乗れ。桐原一茶の娘の恵子です。桐原一茶の娘？この司令官に合わせなさい。入れ。恵子さんですね。はじめまして、藤岡正雄一位です。現在私が一佐の代理として当初の指揮を取っています。あなたのことはお父上からお噂を伺っております。父は桐原一佐はどこですか？それがお父上はそのイッサは3日前から MIA になっておられます。行方不明？
なあに、あの方ならご心配いりませんよ。きっと数々の戦果を挙げて無事に帰還されるでしょう。それに捜索隊も出動していますから。失礼ですが、ずいぶん楽観的だと思います。町は武器を使いこなすニュータイプのゾンビ兵士たちが徘徊しています。コスモアンフェタミンは脅威です。コスモアンフェタミンのことはもうご存知なんですね。はい。まあいずれ確かなことは判明するでしょう。それよりもそのバトルスーツはお父上が改良なさったものですか。まあお父上のことはご安心なさい。私が保証しますよ。さあ、ゾンビの群れの中を来られて疲れたでしょう。もうお休みください。部屋を準備させましょう。娘に会ったな。君たちにもついに働いてもらう時が来た。 WD 桐原恵子から目を離すな。絶対に研究室に入れてはいかん。阻止できなければ殺せ。ここで何を企んでいるの？知らない。俺は製造者をこれ以上入れるなんて命令されただけだ。殺しても？ああ、殺せと命令された。収容した製造者はどこ？知らないよ。Thank you.
事だ。桐原恵子が武器を奪い逃走中。現在西館に追い込みました。バカだ。桐原たちはまだ竹芝だな。東京で生き残った奴らなど一人として脱出させるわけにはいかない。
探そうとしっかり。恵子ちゃん、来ちゃダメだ。早く逃げて。しっかりして。藤岡は桐原一茶のご存じないところでコスモアンフェタミンの生体実験を行ったんです。不覚にも自分も。ここはコスモアンフェタミンの大量投与に耐えられなかった人間だけを集めた特殊収容所なんです。ここにいるのはキャンプに避難してきた人々なんです。なぜ？難民や自衛官を次々洗脳しては施設兵士に変え、コスモアンフェタミンを大量投与しては町へ放つ。そうやってゾンビでも人間でもない脳髄を破壊されない限り死なない軍隊を作ったんだ。死なない軍隊？桐原一茶はどこ？一茶は救助船を出航させるため竹芝桟橋に出発されました。あいつは一茶の妨害をし生存者すべてを見殺しにするつもりなんです。どうせ生き残った人間もすべてコスモアンフェタミンに侵されてますから。でも自分だって。あの男は東京の現状を世界の国から隠し通す気でいるんです。それが東京を引いては日本を救うただ一つの道だと信じてるんだ。狂ってる。この惨劇を日本の恥だと思ってるんだ。さえできれば助けてあげれるのに。もう手遅れだ。ごめんね。
助けていただいたんだね。一つ貸し。配達の途中なんだよ。変わった銃だな。いらなくなったらくれよな。こいつはひでえや。せっかく時間通りに来たのに儲け損なっちゃった。もう在庫を夜桜に売って飯代作ろう。ゾンビじゃなかった。女、いや男みたいな。おい、死体の山だってことは俺たち逃げなきゃやばいんじゃないの？もうゾンビになり始めてるよ。急いでバスに戻ろ。打ち抜いてやりたかった。一生食えるぜ。あんなとこで転ぶサブもサブなら、そのサブも助けられない俺も俺だよ。おバカ、あれは一番いつも悪いんだよバカ。俺は弱いから。何言ってんの。いつもしょうがないよね。お前な、お前が悪いんだよ。言い合いはもしもなんてないんだからやるしかないだろう。こちら自治治安部隊本部の桐原です。東京に生存される方々に、病人と午前8時
芝桟橋より救済船が出航します。港は治安部隊によって安全は確保されています。水も食料もあります。救済船は通信装置になり、皆さんは少しで治療を受けることになります。父さん、どうぞ無事だった。竹芝桟橋までいらしてください。途中の幸運をお祈りしております。こちら一治安部隊本部の桐原です。東京に生存される方々へ。援軍頼む、援軍頼む。こちらは竹芝桟橋へ向かう目黒第三キャンプ団、品川倉庫でゾンビの大軍と遭遇。このままで壊滅してしまう。誰か聞いてください。村井合戦だ。行こう、ほら行くんだよ、早く行くぞ。行くんだよ。もう嫌だ。藤岡の特設部隊の精鋭、人間狩り部隊。何それ。生存者の東京脱出を阻止するために皆殺しを企んでいるの。え、
荷積みを始めたぞ。次は医療部隊の倉庫で待ってるぞ。私が銃やったら爆薬を回収して。何をしている。ワンウーマンアーミーバトルガールか。まさに頼もしい限りだ。もう、君の邪魔はさせない。
現場族のエセヒューマニズムで日本は救えないぞ。ふざけろよ。考えているほど甘くはない。東京の情報が世界に漏れてみろ、覇気を恐れるあまり列強は日本を全滅させるだろう。ついでに我が国の対外黒字にも届けられる。一応貸主の日本がこの世から消えてなくなるんだからな。死守する。もし列強が我が国を壊滅させようとするなら、我が国はいつでもメルトダウン可能な全国35カ所の原子力発電所と、決して死を恐れぬコスモンアンフェタミンで作り上げたミュータントアーミーの力で徹底抗戦をしてやる。地球の滅亡は明らかだ。日本の自衛権は確立される。アンフェタミンの生体への大量投与。その正しい結果、ゾンビにするだけじゃない。死んだ細胞を独自に活性化させるんだ。真の始皇帝が待ち望んだ不老不死の秘薬だ。この大量投与に生き抜いた者だけが東京から世界中をひれ伏させることができる。君もテストに合格すれば私の同志だ。無駄なことだ。父はどうなるの？東京脱出、断固許すまじ。
解毒剤が完成するわよ。そんな不確定な要素に日本の運命を委ねるわけにはいかない。今は日本の真の指導者を作ることが先決だ。解毒剤など必要ない。私か桐原一茶か、どちらが正しいか東京を見た君なら分かるだろう。分からないわよ。私は父にかける。かけるまでもなかろう。本当なら私の片腕になる器なのに。私の運命は父に預けた。大した決断。殺してからだってミュータントにできるんだぞ。よくここまでたどり着いたな。宇宙妖怪知識課の人間狩り部隊を一掃しました。そうか、これで任務完了だな。はい、うん、では改めて次の任務を発令する。2週間後までに人間狩り部隊の完全鎮圧と最終救助船への各キャンプ生存者の乗船推進に努力せよ。はい。ここに自治治安部隊の指揮権全権をお前に委ねる。はい。今度会う時までに中和台が完成する保証は何もないんだ。任務を遂行するまでは絶対に死にません。グッドラック、バトルガール。